はじめまして、えー、愛知県小牧市で慢性腰痛専門の生態も経営しております、牛田と申します。今回、梨本先生が求人募集をされるということで、推薦動画を撮らせていただきました。この動画をご覧のあなたが、もし梨本先生のもとでですね、一緒に働くことによって、3つのメリットというのがございます。1つ目はですね、全国から治療家が集まる再現性の高い KCN テクニックを取得することで、難治性のある症状でも自信を持って、 対応すすることができます私もですね、梨本先生の治療技術セミナーに参加した治療家の一人であるんですけども、このセミナーですね、あの参加する前は、脊柱管狭窄症だったりとか、椎管板ヘルニア、あとは座骨神経痛、滑り症などの症状の患者様に対してですね、ただただセミナーで学んできた治療技術をこう、当てはめるだけの治療しかできていませんでした。その結果ですね、治療効果としてはバラつきが出たりとか、あとは 患者様からですね、先生いつになったらこう治るのというような不安の声をいただくことも多かったです。まあこの時ですね、あの治せない自分へのこう苛立ちだったりとか、こう患者様へのこう申し訳ないなっていうこう気持ちがあったんですけれども、この KCN テクニックをですね、取得したことによって痛みの原因に関して体の解剖学、生理学、 運動学に基づいた理論から治療計画を立てることができたので、以前対応できなかった手術宣告を受けた難治性の脊柱管狭窄症だったりとか、椎間板ンヘルニア、スベリー症を、あとは座骨神経痛の患者様にも自信を持って対応することができ、今ではですね、あの患者様から本当にこう先生に出会えてよかったなどの感謝のお言葉をいただけることが増えました。またですね、あの、この KCN テクニック、 ではですね、検査方法とか治療技術というのがテンプレート化されていますので、誰でも同じ効果を出すことができます。ですから、現場経験が少ない先生方でもですね、あの、簡単に習得することができます。二つ目はですね、常に成長できる環境下にあるということですね。何事にも、まず目標を立て、それを達成させるための行動、アクションプランというのを立てると思うんですけども、はい。 まあそれをですね、合ってる間違ってるっていうのをですね、的確に、夏本先生がこうご指導していただけますので、はい、最短距離でですね、結果を出すことができます。はい。私自身も治療技術だったりとか、経営、えっ、ー、と、スケジュール管理、あとは患者様の信頼関係を築き、ファン化させる方法などっていうのも、夏本先生からですね、学ばせていただいた結果ですね、まあ目標を、売上げを達成することができたり、 あとは、今ではですね、ファン化した患者様がいらっしゃるので、安定した経営というのができています。はい。また、梨本先生はですね、現場での治療だけではなくて、治療技術セミナーだったりとか、経営コンサルなどの、まあそういったセミナーを開催するなどですね、幅広い活躍をされている先生です。はい。また、この先生のですね、あの、素晴らしいところというのがですね、患者様からいただいた対価をですね、自ら成長するための投資に当てたりとかですね、 はい。お手本となるような行動をですね、率先して、あの、いただけるので、常にですね、上をこう、目指せるような環境であると思います。はい。えー、三つ目はですね、完全予約制だからこそ、自由なスケジュール管理ができます。はい。えー、私自身、保険診療と、磁気診療、両方を扱う、接骨院をこうしていた頃はですね、完全予約制ではなくて、予約優先制という形で、 予約なしの患者様も対応していましたので、自由なスケジュール管理っていうのは全くこうできていませんでした、まあ。とにかく空いているところにどんどん予約なしの患者さんを入れてですね、こう施術をこうしていたわけなんですけども、まあその結果、まあ、体もですね、閉閉しましたし、精神的にもこう余裕がなくなってしまいましたので、まあ仕事の効率性が下がったりとか、あとは、えっ、ー、とプライベートもですね、なかなかこううまくいかない日っていうのが続きました。はい。 まあそんな時に、梨本先生と出会ってですね、完全予約制、もしくは完全自費診療に携帯を変えて、自由なスケジュール管理っていうのが今ではできています。自由なスケジュール管理ができたことによってですね、空いてる時間は勉強だったりとかに、あの、時間を費やしたりとか、まあ他県にセミナーに参加したりとか、まあプライベートでは、まあ家族とまあ食事行ったりとか、友人と飲み会したりとか、まあ充実した生活っていうのが仕事しながらでもできるようになりました。 まあこれがですね、完全予約制だからこそできる自由なスケジュール管理なのかなと思います。まあ私自身も、あの、独立してですね、自分の店を持つ前は、あの、雇われでですね、せこでこう働いていたんですけども、なかなかですね、こう、平日休みたいっていう時とか、 あの、なかなか休めなかったんですね。まあ、例えばですね、お子さんがいらっしゃるご家庭であれば、まあ、お子さんの授業参観だったりとか、運動会だったりとか、いろんな行事ごとあると思うんですよ。まあ、そういった時もですね、完全予約制であれば、その時間に合わせてですね、患者様の予約時間をずらしてもらえれば、仕事しながらも、そういった、あの、行事ごとっていうのも、あの、仕事だからいけないっていうことがなくなります。はい。まあ、そういったところも、完全予約制だからこそできるところなのかなと。 思います。まあ、最後になりましたけれども、まあ、治療が好きなんだけれども、経営するのは不安という方だったりとか、今の治療技術を十分に発揮してですね、患者様を救いたいとか、何、え、時、ー、性の、まあ、症状でもですね、あの患者様に治せますっていうふうに自信を持って言えるようになりたいっていうふうにですね、思われる柔道整復師だったりとか、 理学療法士、作業療法士の先生方はですね、ぜひとも、あの、梨本先生とですね、一緒に働くことで、最短距離で一流の治療家になれると思いますので、梨本先生をぜひともこう推薦させていただきます。はい。えー、長くなってしまいましたが、まあ、えー、最後まで、あの、ご視聴していただき、ありがとうございました。